はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価をお願いします。今回は広島県の松田株式会社、正社員オペレーターの7年目25歳の方の給与明細です。えー、仕事内容は LINE 作業や設備管理、品質管理のオペレーター。仕事に必要な仕掛けスキルが塗装の仕組みを理解する。えー、勤務時間が1日8時間。えー、昼夜勤務で、えー、残業は えー、まあ、0から45が目安。収入が年収で450万で、えー、給与明細で、あ、えー、LINE 作業したい方のアドバイスとしては、黙々と働く、体を動かすのが好きな方は LINE 作業に向いていると思います。オペレーター作業は向上心と責任感の強い人で、メンタルが強い人なら活躍できると思います。で、給与明細で、総支給32万577円。 そこから控除引かれて、手取りが15万1114円となっています、えー。今回は松田7年目の方の給与明細でした。まあ25歳ということで高卒からずっとってことだと思うんですけど、まあかなり、えー、25歳にしてはいい給料かなって思います。で、控除が多いのは、まあ大きい会社なんで量とかあったり、まあなんか掛け金みたいな、直蓄みたいな え、やつが工場にあるのかなって予想できます。えー、今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価、お願いします。